内坂地蔵村だ坂地蔵村は、長崎県西園の郡都議津町にある地蔵菩薩。1947年に、バスの乗客、運転士の命を救い、殉職した長崎自動車瀬戸営業所の鬼塚、道夫社長を称え、1974年10月に、長崎自動車が事故現場付近に混流した。長崎市と西園の郡都議津町との境にまたがる。 田坂峠は、長崎への主要な交通路であった都議街道の時代から、急勾配の坂が続く、街道最大の難所として知られていた。峠は急勾配な上、片側が深い崖になっており、長崎自動車の運転手らから、地獄坂として恐れられていた。当時の長崎自動車の路線バスは、戦中、戦後の燃料不足もあり、現在のようなディーゼルエンジンではなく、 木炭を車体後部のガス発生炉で燃焼させ、発生したガスを動力源とした木炭バスであった。木炭バスは比較的入手が容易な木炭で走行できる反面、非力で坂道が連続する路線には不向きであり、走行中に停止することも多かったので、坂道では乗客が降りてバスを押すことも珍しくなかった。1947年9月1日、 満員の乗客約30名を乗せて出坂峠を、途半中の長崎自動車の大瀬と初長崎行きの路線バスのエンジンが停止した。運転手はブレーキをかけたが動作せず、バスはずるずると坂を交代していった。現場は片側が高さ10メートルにもなるがけであり、バスが転落すれば大惨事は、免れ得なかった。この非常事態に、運転手は鬼塚車掌に対し、 石などで処置を行う、要指示。鬼塚車長はバスから飛び降り、指示通り石で輪止めを行ったが、すでに加速がついており、また多くの客が、バスに乗っていたため効果はなく、バスは崖まであとわずかという頃まで迫った。その時、鬼塚車長はとっさに体を丸めると、バス後部に潜り込み、自分の体を輪止めにした。その結果、バスは辛くも、崖まで、 あと数メートルというところで停止した。事態に気づいた運転手がジャッキで車体を持ち上げて鬼塚社長を救出。都立営業所から救援に駆けつけたトラックで病院へ運んだが間もなく殉職した。去年21であった。彼の犠牲により乗客、運転手は全員無事だった。殉職した鬼塚道夫社長は素直で気の優しい。 物静かな性格の青年と周囲に認知されていた。木炭バスの車掌は体を張って乗客の情降を助けつつ燃料の管理も行う激務であった。特に日竹は難しく失敗して叱りつけられることもあったが口答え一つしたことがなかった。そのため知らせを受けて救援に駆けつけた同僚は運転手から事情を説明され、 あのおとなしい道男がと非常に驚いたという、事故犠牲をもってバスの転落を防いだ鬼塚社長の行為は美顔として地方新聞に報じられたが、遺族には長崎自動車からわずかな懲役金が支払われただけで、やがて事故そのものが人々から忘れられていった。しかし、後にこの事故を知る人物により、ラジオ番組で取り上げられ、引き続き、 テレビ番組でも紹介されたことで、全国の視聴者からの反響を呼んだ。また当時の乗客からの鬼塚社長に対する感謝を綴った新聞への投書などもあり、長崎自動車は社長が改めて遺族にお悔やみの言葉を述べるとともに、見舞金の支払いと慰霊費の混流を約束した。こうして1974年10月、鬼塚社長の勇気ある行動をたたえた。 記念碑と交通事故の絶滅を祈る地蔵村が建立された。以来、毎年9月1日には、長崎自動車の社長及び幹部らにより供養が行われ続けている。瀬戸営業所自体は後に再開交通として、分社化当日営業所への通報は、バスが崖から転落したというものだった。ありがとうございます。